ソロモンはボスニアドイツ出身の DJ。ベストプロデューサー、ベスト DJ、ベストメロディックハウス DJ として DJ アワーズを4回受賞。トラブニク、ユーゴスラビアで生まれた後、ソロモンは家族と共にハンブルクへと拠点を移動。子供の頃は父親の建設作業を手伝っていた。時期に映像制作が好きであることに気づく。 友人数名と共に小規模な制作会社を設立し、短編映画の制作を行う。5年ほど映像の仕事をした後、音楽に彼のパッションを見つける。ナイトクラブに頻繁に通っていたいとこがテープを持って来たのがきっかけで民放ラジオ以外の音楽と初めて出会う。以来、バイナルレコードを集めるようになり、16歳の時に演奏を始める。 音楽からしばらく離れた後、23歳の時に楽曲制作を再開。2005年にアドリアーノ・トロリオと共に自主レーベルダイナミックを設立。ダイナミックのモットーは、do it yourself。ソロモンのファースト EP、ソロモン EP は2006年にリリース。以来、数々の EP やコンピレーション、そして2009年のアルバム、ダンスベビーをリリースしてきた。 2010年12月には新たによりエクスペリメンタルなレーベルに DIY4 をローンチした。ソロモンのルーツはヒップホップ、ソウル、ファンク、そして R&B にある。彼のサウンドはハウスミュージックでありながらディープでファンキーなベースライン、多好感のあるメロディー、感情を揺さぶるボーカルが特徴と称される。2018年グランドセフトオート V の DLC。 アフターアワーズにキャラクターとして登場。さらには、ソロモンの楽曲、カスタマーイズキングのミュージックビデオは、ロックスターゲームズとのコラボレーションでグランドセーフとオート V のゲームエンジンのみで制作された。2020年10月16日、ニューシングル、ホームをリリース。ホームは待望のニューアルバムに先駆けて公開される4つの収録曲の一つ。ホームは、 ボブ・モージズとペリー・ファレルのトラックをリミックスして、以来、ソロモンの、初めてのリリースとなる。また、2月には、シングル、ロトワインフレックをリリースしている。2021年初頭、約11年ぶりとなる、本人名義の新作アルバムをリリースする。ソロモンパフォーミングライブイン、サラエボ・イン・オーガスト2019ウィルックミスキー、クラップ・ユア・ハンズオリジナルサウンド・トラック クジェックス、クイーンオブヨーロッパにューイルックミスキー、クラップ・ユア・ハンズ2019年8月に、サラエボでライブ演奏するソロモン。ありがとうございます。